はい、こんにちは。医学部受験塾メディゲート塾長の細井です。ボタンミズ校社長の松本です。今日のテーマを教えてください。共通テストを受けた時にあんまり点数良くなかったりすると、本当はここ受けたいけど断念しちゃったりする方とかいるじゃないですか、うん、共通テストよりも入試問題が簡単なところとかもあるっていうのを聞いて、そういう大学あるんだったら聞きたいなと思って、今回質問させていただきたいと思います。確かにね、共通テストしくったんだから、それ難しいところちょっと怖ってなる人もいますよね、うん、共通テストは苦手で、二次力がある人は二次難しいところ突して高得点取って合格するってことも可能なんですけども、うん、それって浪人生とかの人が多くて、現役生とかだとそうもいかないですよね、うん、共通テスト取れないんだったら二次も取れねえよって話が検出するかと思うので、うん、そういう時うちの塾ではどういうとこ進めてますか。前提としていくつか話さなきゃいけないことがあって、試験問題が共通テストで簡単だったとしても、共通テストと二次試験の得点比率を存在するじゃないですか、はい、例えば徳島大学なんていうのが一番共通テストの比率が高くて二次試験の比率が低い大学なんで、共通テストでだいぶ水開けられてたら、もう二次で取れる点数限られてんだから結構厳しいじゃんとなってくるんで、その辺の塩梅があるっていうのがまず1点です。あと2つ目に、そもそも協定が軟化してるということですね、はい、非常に難しくなってるんで、昔ね、僕らみたいなセンター試験世代からするとセンターなんてもう全然余裕やんって感じでね、こなせてたものが、共通テストというものの難易度がねもう爆上がりしてるでそこを踏まえていくつか出してみようかなと思いますが、まず1点目ですね。琉球大学、問題が平易であることは今有名というかね、そうですね、特に得意な人だと全然満点とかも狙えるレベルなのかなって思うところなので、琉球さんとかだったら試験問題も平易感じる方っていうのが多いんじゃないかなっていうふうに思います。あと英語とかもですね、英作文というものが共通テストで出題されないものとして出てくるので、あそこの対策は大切になるかなと思います。あとは難問疑問みたいなものは出題されない、うん、理科についてもそこまでたまに科学で面食らっちゃう人もいるかもしれないんですけど、そんなに注意はいらないかなっていうふうには思ってます。2つ目が、愛媛で行かせてください。注意点なんですけど、物理選択じゃないと受けられない。なんでここで挙げたのかというと、いわゆる総合問題と呼ばれる形の英語の試験で、国語的な能力が求められるんですよ、うん、記述だったり内容説明だったりとか、そういった記述系の回答が非常に多く用意されてるんで、これにかなり面食らう人は多いかなというふうに思ってます。ただ他の科目比較的容易です。数学も標準的な問題非常に多いんで、レベル感として青チャートだったりとか、うん、問題集基礎的なものをきっちり固めておけば全然対応できるかなと。一応医学の専用問題出るんですけど、数学得意な人は取れた方がもちろんいいんですけど、苦手な人は無理にそこ取るより、他の大問で高得点取って合格点につなげられれば十分合格は狙えるかな。ここなんで2番に上げさせてもらったかというと、二次試験率高い大学なんですよね、うん、なので逆転はしやすい大学にはなるかなというふうに思います。偏差値が低い大学って強敵率が高いイメージあるじゃないですか。そうですね、難易度が高い大学ですね、特に東京大学、京都大学筆頭に、うん、二次試験比率が非常に高いと、うん、答えなんでひどいですよね。強敵でそれに100点差つけたぞってなっても、思ったより開いてねえぞみたいなところあるんで、うんうん、ここで愛媛挙げさせてもらいました。なるほど。こっからね、めっちゃ西に偏ってるんですよ。へー、東より西の方がいいかもしれないですね。寒くないから。そうなんです。ないからっていう理由。北はね、やっぱね、天候の不自由がありますからね。そうですね、うん、で次が佐賀大学ですね、うん、はい、こちらも、まあ、九州の大学になってますね。愛媛と一緒で物理選択者のみ受験可能になります。物理選択者は受験ができないので注意してください。こちらもですね、標準的な問題レベルなので、数学だとかもちろん英語も難易度としては優しめにはできてるかなというふうに思います。ただ共通テストと国立理事ではマークシートと記述で回答っていう明確な大きな差があるので、うん、ここについては答えだけ出せても記述間違ってるしょうもないよねってところなんで、このあたりは念頭に置いた上で捉えてほしいんですけれども、ここまで難しくないかなと個人的には思いました。愛媛みたいに英語だと記述力的なもの、うん、要約が出たりとか、しかも結構長いんですね、うん、近々だと100字で内容説明しなさいだったりとか、このあたりの対策しっかりやり込めれば十分対応できるかなというふうには、うん、思いますね。やっぱり数学が難しくなってくるイメージは大きいと思うので、苦手にしてる人とかからすると、まあ、今ような挙げてるような大学ってのは非常に狙いやすいのかな。正直英語難しいって挙げましたけど、うん、みんなからしても多分難しいんで、差がつきにくいっていう意味で言えば全然怖がる必要ないのかなっていうふうに思ってます。4つ目、長崎大学で行かせてください。この中で言うとちょっとレベル上に属する大学になるのかなと思うんですけれども、あくまで問題自体は標準的、受験生のレベルっていうものがまあまあ高いっていうので、簡単な問題1個も落とさず高得点取ってこいという大学ですね。英語数学そこまで大きな注意はいらないかなというふうには思っています。標準的な難易度のものなので、理科が浪人生有利というか、うん、まあ、理科って常に浪人生有利だと思ってるんですけど、範囲が広いん
ですよ、出題範囲が。なのでここの出題に偏りあるよね、この大学とかこの大学よく確率出してくるよねとかいろいろあると思うんですけど、理科、うん、の出題範囲が結構まんべんなく出てくるというか、現役生とか特に時間ない言葉だと大学の過去問とかひたすら研究していろんなネット調べてここが絶対出るらしい、ここに山張ろうみたいなことをやっちゃう子もねいると思うんですけど、それが通用しないっていう意味では逆に言うと努力が報われやすいというか、コツコツやってきた子が受かる大学というか、そういうイメージはあるかなというふうには思います。ラストですね、鹿児島大学さん、また九州です。こちらも全体的に平易です。非常に優しい問題かなと。特に英語とかはもうめちゃくちゃ簡単です。強いて言えば英作文とかきっちりやっておけば合格点取れるかなというふうに思います。数学もですね、共通テストと比べてこちらの方が難しいんじゃないかと思うような問題も出るんですけど、うん、苦手な人からするとむずいかなと思うぐらいのものなので、みんなが取れるとこ全部取っていけば取れる大学なんじゃないかなというふうに思います、うん、理科とかもですね、そこまで本当に難問疑問が出るというふうなこともありませんので、どの科目も標準的な問題集を周回して対策できるようにしておければ戦える大学にはなるかなと思います。マークシートが苦手というかそういう人もいるでしょうし、記述って途中まで合ってたら部分であげるよとか、ね、そういうものもあるじゃないですか、うん、それがないっていう戦いだと分量が非常に多いですから、時間内に解き終わらないよこんなのみたいなものを苦手とする人なら、今挙げたような大学の問題とかは時間的に分量が多くて厳しいっていうこともそこまでないかなと思うので、自分の裸に合うものを選んでもらえるのが一番いいのかなっていうふうには思います。実際難易度が下がれば高得点勝負になることが必須ですから、問題が簡単なのが合格しやすいとも言わないんですけども、各々タイプがありますからね。記述が得意、平易な問題を確実に解こうが得意、難関な問題にかじりついて解こうが得意、みんなスタイル違いますから、自分にマッチしたところを受けてほしいですよね。自分の特性知ることだと思うんですよね。どうしてもこの大学行きたいとかでその大学が研究することってめちゃくちゃ大事なんですけど、うん、例えば共通テストでいくらやっても点数取れないのに共通テスト比率異様に高いところ狙っちゃうとか、まず自分がどういう特性あるのかっていうことはあれ見てもらった方がいいです。分かる人に見てもらうのが一番確実な志望校選びにはなるかなと思います。失礼な話ですけど、佐賀大に行っても鹿児島大に行ってもあんま変わんないですからね。別にね、九州の方なんか違うと思うんですけど、僕らからするとね、どっちの県もいい県だろうし、問題に差異がないのであれば問題傾向が合ってるところを受けた方がいいですよね、うん、その土地に残って働いてくれるかみたいなところ、面接でも気にされるんだと思うんですよね、はい、以前面接でこれ言っちゃダメみたいな動画撮りましたけど、卒業したら東京戻りますとかってやったら100落ちると思うんで、その土地柄を調べてその土地の医療従事するんだっていう気持ち持った状態で面接臨んでもらえないといけないかなと思います。じゃあ今日松本先生ありがとうございました。ありがとうございました。もし何かご質問があれば公式 LINE の方に質問してください。